フレディヘスス・ゴンザレスは、キューバのオリエンテ州、オルギン出身の元プロ野球選手、野球指導者、ウトをミギウチ。2020年シーズンより、MLB のボルチモア・オリオールズでコーチを務める。1966年に、一家でアメリカ合衆国のフロリダ州マイアミへ移住した。10年後の1978年に、アメリカ合衆国の市民権を取得した。 マイアミ市内の高校に通い、1982年の MLB ドラフト16巡目でニューヨークヤンキースから指名され、プロ入り。ヤンキースのマイナーリーグで保守として6年間プレーしたが、A 級に昇格したのが最高で通算打率は199だった。1987年限りで現役を引退した。テネシー大学でコーチを2年間務めた後、 1990年にフロリダステートリーグの A 級マイアミミラクルの監督に就任した。1992年から1998年までは MLB のフロリダマーリンズ参加のマイナー球団で監督を務めた。1993年にはカリフォルニアリーグの A 級ハイデザートマーベリックス。1994年にはフロリダステートリーグの A 級ブレバードカウンティー。 マナティーズ、1997年には、イースタンリーグの AA 級、ポートランドシードックスにおいて、ベースボールアメリカ選定の最優秀監督に、輝いた。1999年から2001年までは、フロリダ・マーリンズで三塁コーチを務めた。2002年には、アトランタ・ブレーブスのトリプ AA 級、リッチモンド・ブレーブスの監督に就任し、インターナショナル・リーグの最年少監督となる。 2003年から2006年まではブレーブスで三塁コーチを務めた。2006年10月3日、オーナーのジェフリー・ローリアとの確執が原因で、解任されたジョージ・ラルディゼン監督に代わるマーリンズの新監督に就任した。マーリンズでは2009年にチクニーとなったのが最高で、プレーオフ進出は果たせなかった。2010年6月23日、コーチ2名と共に解任された。 同年10月13日、優待した、オビー・コックス前監督に代わるブレーブスの新監督に3年契約で就任した。2011年は、セントルイス・カージナルスに9.5ゲーム差を逆転され、シーズン最終戦で、ワイルドカードの座を奪われた。2012年は94勝を記録して、ワイルドカードを獲得した。ゴンザレスにとっては、監督6年目で、 初のプレイオフ進出だったが、この年から新設されたワイルドカードプレイオフでカージナルスに敗れた。12月5日に2014年の契約オプションが行使された。2016年5月16日にベンチコーチのカルロストスカと共に解任された。マイアミマーリンズでのコーチ時代2017年シーズンからはマイアミマーリンズの三類コーチに就任し、 2019年まで、勤めた。2020年シーズンからは、ボルチモアオリオールズのコーチを務める。英語とスペイン語のバイリンガルである。ありがとうございます。